こんにちは。カルブリンク所沢の中浜でございます。本日ご紹介させていただくお車ですが、2016年式のフォルクスワーゲントゥーランをご紹介させていただきます。本日もよろしくお願いいたします。それではまず外装からご紹介させていただきます。ミニバンなんですけれども、結構コンパクトでかなり使い勝手が良さそうなサイズ感ですよね。しかもミニバンといえば後ろのスライドドアの溝が気になるところではあると思うんですけれども、こちらのお車はミニバンにもかかわらずスライドドアを採用していないので、デザイン的にもかなりいいお車となっております。それでは外装を一周回っていきます。車ですが、21555R17 の17インチのホイールを装着したお車となっております。続きまして内装をご紹介していきます。はい、それでは早速内装にやってまいりました。で、前回パサートバリエントでもご紹介させていただいたのと同じなんですけれども、こちらがクルーズコントロールのボタンとなっておりまして、こちらですね、こちらがここの表示を変える切り替えるボタンとなっております。で、こちらなんですけども、音声入力をするボタンとなっております。こんな感じの内装でございます。で、こちらのお車なんですけれども、純正にはないこちらのベストベストというものがついておりまして、こちらスピーカーは買えないんですけれども、純正スピーカーの良さを最大限に引き出すというものがついております。実際ちょっと音聞いてみます。はい、そうしました。 NAC5 の音楽をちょうどやってたので実際聞いていきます。こんな感じですね。で、こちらを押すとちょっと動画では分かりづらいかもしれないんですけども、音が変わりました。で、こちらですね、こちらのつまみをこんな感じで回すと音変わりましたね。こっちに変えるとちょっと軽い音に変わりました。で、こっちにするとこんな感じで後ろから音が聞こえるようになりました。こう面白いですよね。僕は初めて聞いたんですけれども、結構ちょっと欲しくなっちゃいました。で、こちらも改造点ではあるんですけれども、こんな感じで穴が開いておりまして、iPhone の充電器や HDMI のコードなんかがついております。はい、早速後部座席にやってまいりました。先ほど説明するのを忘れていたんですけれども、こちらの車ドライブレコーダーがついている車となっております。で、こちらなんですけども、モニターがついておりまして、空気清浄機もついております。結構社会品がついていてワクワクしちゃいますね。で、こちらのお車なんですけれども、こんな感じで5人掛けのお車かと思いきや、トランクルームを開けていただいて、こちらの椅子を貼っていただくと、なんと7人掛けのお車となります。で、実際今3列目のシートに座っているんですけれども、かなり狭いです。こんな感じですね。もう足なんかも前の席とくっついちゃうぐらいなので、で、頭もちょっときつい感じになるんですけれども、ちょっとここですね、浮いてるんですよ。浮いてるので頭がぶつかるっていうことはないんですけれども、やはり窮屈には感じてしまいます。2列目と3列目倒していただくと、かなり広い、もう使用用途を選ばない何にでも使えるかなり便利なお車となっております。そしてこちらなんですけれども、こんな感じで上げていただくと
ここがラバーのマットのような素材になっておりまして、スマートフォンなんかを置いて動画見たりできちゃいますね。でこちらにボタンがありまして、こちら上げていただくと何段階か分かれておりまして、一番上までするとこんな感じにテーブルになります。で横にドリンクホルダーもついておりますので、ピクニックなんかもこの車で行けちゃいますね。こちらの車ですが、もうかなり何にでも使えてどこにでも行けるような、もうかなり魅力の詰まったお車だったのではないでしょうか。社外品なんかもついていて、私は結構心が躍りました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。